やっぱりショックだ、あの抜き打ちテスト。うさみちゃん、点数悪かったっけ？うさみちゃん、ん？何かな、よりいおりも数学ゴーチンだっけ？ダメなのよ、数式眠くなる魔法だよ。赤点？違うよ、スレスレだけど。いおりちゃん、他の教科いいのにね。私がいたとこは土曜日まで勉強なかったし。土曜が休みなんて素敵な学校。美和子も誇れる点数じゃなかったよね。もう点数の話はいいじゃない。前の日復習するつもりがテレビ見ちゃってて。美和ちゃん。はい。見てた番組って？来年来るハレー彗星の特番。私も見たかったやつだ。次に来るのは76年後なのよ。すごくロマンチックな気分になったわ。そして勉強せず寝たわけか。小テスト多いし結構厳しいよね。こっちはもっとおおらかだと思ってた。うさみちゃんが行ってた学校ってうちとは随分違ったんだね。いや、同じというか似たような学校なんだけどね。こんな気分の時はがっつり食べたい。あ、うん。あっちのパン屋でさ、美味しいホットドッグ売ってるんだよね。そういう話なら、はあ、私は肉まんでもいいな。ほほう。いおりはどっち？え？やっぱホットドッグでしょ。パンはもちろんソーセージも自家製で、ほんのり甘いパンに熱々のソーセージ。おいしいよね、肉まん。こう口に入れた瞬間、肉汁がじゅわっと。やっぱホットドッグでしょ。うさみちゃんの言うホットドッグ食べたいな。よし、決まり。おしゃれなパン屋だよね。こじゃれてるでしょ。温かいうちに食べちゃおっと。私も。ふん、うん、ピリッとくるソースなんだろう。チリソースね。おいしい。チリソースのピリ辛が癖になる。まさに大人の味よ。うさみちゃん、口の周りチリソースだらけだよ。うそうそう、美和子のテレビで思い出したんだけど、この前の夜変な番組やっててさ、探検隊シリーズ。何なのよあれ。うさみちゃん。ん？何かな、より。水曜スーパーの人気コーナーよ。この前は確かアマゾン地底王国恐怖の巨大ミイラっていう題名だったわ。そうそう、確かにそんなだった。あからさまにミイラ作り物でさ。っていうか、いおり詳しくない？好きなのあれ。なっちゃんから散々聞かされてね。あー、あ
れね。最後まで見たんだけど、結局は何も解決してないのよね。いつもそうらしいよ。美和子は詳しいの？クラスの男子が話してたの。私その時間は歌番組見てるから。美和ちゃん。はい。そうね、今のお気に入りはアイドルかな。この前言ってた網口くんにの。そうそう。あとね、可愛くて歌が上手な女性アイドルがお気に入りなの。あ、最近流行ってる子かな。そうそう、もうすぐレコードが発売するのよ。買っちゃおうかな。へえ、アイドルか。うさみちゃんもきっと気に入るよ。今の歌謡曲ってちょっと懐かしい。そうかな。最近はポップな曲が増えてきたし、かなり刺激的だと思うけど。あ、ああ、そうだよね。うさみちゃんは歌好き？そうだね、聞くより歌う方が好きかな。へえ、そうなんだ。どんな歌歌うの？気になる。どう説明したらいいのかな。もしかして洋楽？そうじゃないけど。歯切れ悪いな。まだないジャンルだしね。え？なんでもないなんでもない。なんかモヤモヤする。するよね美和子。ごめん。こんな気分の時はがっつり食べたい。うん、太っちゃう。あっちのパン屋でさ、美味しいホットドッグ売ってるんだよね。そういう話なら、はあ、私は肉まんでもいいな。ほほう、いっそ両方いっとくか。イオリはどっち？え？やっぱホットドッグでしょ。今日は肌寒かったし、肉まんがいいかな。ま、いいか。あの惣菜屋の肉まん大きい。ほこほこよ。ではでは一口。中に熱々の肉汁が。外側すっごくもっちりふわふわ。すごい弾力。デートの時はこれ2つ買って、胸に入れれば森村並みのサイズに。真面目に検討しちゃうか。やけどしちゃうよ。相変わらず眠そう。大丈夫？何？ほら話したじゃない、イオリちゃん理科室で倒れちゃって。たまたま私も学校に残ってたから一緒に保健室行ったって。そういえば言ってたね。本当にびっくりしたんだから。保健室まで心配してきてくれてありがとう。あのゴート先輩にお姫様抱っこで運ばれたのよ。もうびっくりしたんだから。びっくりしたのはそっちか。い
やっぱりショックだ、あの抜き打ちテスト。うさみちゃん、あの日からますます彼が気になってしょうがない。夢だったのかな。掃き掃除おしまいっと。お疲れ様、クラベ君。どうしたの？開かないんだ。ゴート先輩が持ってきた鍵束、準備室の鍵がないみたい。それは困ったわね。標本や器具を片付けられないな。もう置いておこうよ。そうはいかないわ。よし、鍵を職員室に取りに行くわ。クラベ君は教室に戻っていいよ。あとはやっておくから。なんか悪いよ。いいからいいから、お疲れ様。冬坂さん、同級生なのにまるでお姉さんみたいな口ぶりだ。こっちの校舎はこの時間寂しくてちょっと気味が悪いな。これで片付けられる。あ、誰？クラベ君？わかった、驚かそうとしてるんでしょう。そうでしょう。もうからかうのはやめて。隠れてるなら出てきてよ。何これ、誰もいない。光ってる。何なの。気がついたようね、イオリちゃん。よかった。ミワちゃん、イオリちゃん倒れてたのよ。貧血ね。気分はどう？大丈夫かい？先輩、あれ、起きちゃダメじゃない。まだ寝てなさい。大丈夫です。私どうやってここに？ゴート先輩が見つけて運んでくれたのよ。先輩が？あの廃墟に先輩も行ったんですか？何の話かわからないが、君は理科室に倒れていたんだ。え？理科室に？理科室になんかこう四角いのがチカチカって光ってませんでした？いや、そんなものはなかったよ。どうやら夢を見ていたようだね。夢？ミワちゃん、私あそこに行ったわ。夢で見た未来の廃墟に。また夢を見たの？違うの、実際に行ったの。落ち着いて、イオリちゃん。夢を見たのよ。夢？違うわ、あれ
じゃない、彼がいたの、いたのよあの場所に。イオリちゃん、ここはどこ？どこまでも続く廃墟、夢で見た場所そっくりだわ。地下に埋まった巨大 UFO か。予知夢だとしたらとんでもないよね。なっちゃんの話に感化されちゃったかな。 UFO のこと聞くと止まらないからな、なっちゃん。あ、人がいる。妙な真似はするなよ。な、それ鉄砲本物？お前は誰だ？私は冬坂伊織です。それは知ってる。え、なんで私を？誰の指示でここへ来た？誰って、理科室で光ったと思ったらこんな場所で。ここがどこなのか本当にわからないのか？ここは明日橋だ。年代は2065年だがな。未来、まさか。ゲートが反応したということは15人の一人に違いない。そして閉鎖されたゲートが解除された。解除できるのは森村の ID だけだ。やはり冬坂伊織が本物の森村千尋。森村って先生のこと？もしかして街を壊したのは。これはもしかして予知夢じゃないかなって思ってたの。他にどんな夢を見たんだ？どんな夢を見た？街が壊された後地下に降りて UFO を見る夢とか、私だけ過去に逃れたりする、あれも本当のことなの？森村の言っていた話と同じだ。夢か。あなたは一体？待て、あの音。ドローンだ。まずい。見つかった。仕方がない、一緒に来い。
関ヶ原は逃げたな。八番騎兵はあった？ええ、ダイモスの制御下に取り込まれていました。自立型を指示だけで操るのは危険ね。八番は直接操作に戻して使うわ。停止させておいて。他にも思わぬおまけが。関ヶ原 A がいました。彼がこのセクターに？逃げられましたが。そしてもう一人見えますか？セクター4の学生です。奴が連れてきたのでしょうか。彼女は見覚えがある。確か如月の同級生だ。ともかく連れて戻って。